議事堂突入反乱者たち調べてみたら驚きの事実、はい、というこれです、はい、いや僕はね今週の自分が読んだというか、うん、はい自分がこの読んだというか、うん、これまあレポート見たんですけど、うん良かったですね非常に。ちょっとこれコラムでもちょっと書こうと思って今、うん、はいいろいろ調べてるやつなんですけど、うん、これね良かったです。はいどういう内容かというとですね、例のあの1月6日、うん、議事堂乱入事件あったじゃないですか、うん、であの彼らはあの突入した人たち反乱者というかインサレクショニストとか言われてるんですよね、うんはいうん、で彼らが今続々と逮捕されてるじゃないですか、うんはいはいはい、入った人間、うん、あそこに入った人間大体800人いるそうなんですよ、はい、で今その半数以上が逮捕されて起訴されてるんですね FBI とか、はいはい、あの地元のワシントンのやつ。もう顔も分かってるし、はい、あと、まあ、Facebook とかで自慢して写真出しちゃったとか、ね、動画も出してますから動画も出してる、ね、もう大体分かってるんですよね、はい、動かぬ証拠がいっぱいありますんで、これアメリカのこういうあの調査のすごいことは、うんうん、あれ逮捕起訴されるじゃないですか、うん、起訴状が全部インターネットで公開されるんですよ。おだからみんな見れるんですよ。ほらだってシドニー・パウエルの時の訴状とかも全部我々見れたじゃないですか。確かに奥山さん全部読んで、はい、この英語力はやばいと。ああそうですそうです、はい、ああいうの全部見れるんですよ、ねはい、でアメリカのやつはやっぱそれをやってるんですけど、うんうん、その議事堂乱突入反乱者たちの、うん今調査を受け負ってるというか、うんまあ、これあのシカゴ大学が今プロジェクトで今やって行ってるんですけど、はいうん、ロバート・ペイプという、はいまあ、僕ちょっとびっくりしたんですけど、はい、この人やってんのっていう、はいはい、ことでした。あのロバート・ペイプといえばですよ、うんあの僕が、まあ、あの専門でやってきたその戦略学、はいうんはい、ストラテジックスタディーズでは超有名人です、うん、何かというと、はい、彼はですね、空爆、うん、あの一番最初にあの書いた本がこれあの空爆を統計で調べるって人なんですよ、はい、どういうことかというとあの第二次大戦とかのこの歴史あるじゃないですか、はいで彼あこれですね、この本ですね、はい、主張が2つあります、はい、ロバート・ペイプさんはあの、まあ、大きい本単独で書いた本がこの2冊があるんですけど、はい、ボーミングトゥーウィンというこの本ですね、はい、これはめちゃめちゃ有名です、はいはい、あのこれ勝つためにどんだけぶっ込むかと勝つために爆撃、はい、勝つための爆撃でもう一つはですね、はい、自爆テロのことやってるんです、はいはい、あの勝つために死ぬっていう、はい、自爆テロ、はい、これあのこの方はこういうふうにですね、はい爆撃されたものを統計分析されて、うん、その爆撃された側は本当にそれを聞いたかどうかっていうふうに調べるってことをやってたんですよ、うん、そもそもは、はい、で要するに日本ってほらアメリカ側ってあのこれ日本爆撃すればすぐに降伏して、うん、その日本政府に対して爆撃された人が怒って降伏を迫って降伏あの我々勝てるそういう考え方がエアパワーの考え方昔からずっとあったんですよ。愛読者はボルトン首相だったんですかねそういうことでしょうねただこれ見たらボルトン首相はあの爆撃って言わないかもしれない。あそうあの爆撃をするととにかく勝てるんじゃないかっていう神話を統計で打ち破ったのがこの本です、うんなるほど。そうなんですよ。で実際これ調べてみると、あの爆撃された側って逆に爆撃されたことに怒って、うん、あの例えばアメリカを爆撃してる人は、うん、アメリカクソーってなって、うん、全然実は降伏しない。あ、爆撃は大したことないよ。実はあんまり効かないっていうことを統計的に証明したのこの本なんです。なるほど。すごい本なんですよ。最終的には、うん、やっぱ陸軍が乗り込まないと。ああそうですそうです、そっちです、そっちです。そうなんです。やっぱりむしろ民衆はこれ爆撃されておかげで防空壕に入って大変だっていうんですけど、うん、誰を憎んでたかっていうと自分の政府じゃなくて、うん、アメリカなんですよ。なるほど。めちゃめちゃ鬼畜米になるんですよ、はいはい、普通に、うん、ほら瀬野なんとかって一、回子供の頃になんか防空壕逃げてそれで日本が悔しい、あ、うん、日本政府は何やってんだってことでなんかすごい反日になったみたいなわけわかんないこと言ってる人いましたけど、うん、これ嘘で、うんはい、もうこちらがやっぱ正しいということが証明されてます、うん、でもう一人この方こういうふうに戦略爆撃どうなのかっていうのを調べてた人なんですけど、その次ダイン・トゥ・ウィンですよ、うん、これ911事件を起こって、うん、その後に彼思いっきり同じ手法なんだけどやり方劇的に変えたんです。はい、どういうことを変えたかというと世界の自爆テロを全て統計で見るっていう、はいはい、であそこでも自爆テロ起こった、こっちでも自爆テロ起こった、うん、全部の自爆テロ案件を集めて、はい、統計で分析していろいろプロファイリングして出てきてこうですっていうことをやっぱやったものです、うんはい、そうするとですね、まあ、いろいろなんか宗教的な事情があるとかいう話とかもいっぱい出てきて、うんまあ、これはこれでまあ有名になったんですけど、はい、それをなんとですねロバート・ペイプさん今回の1月6日にあれこうワッとやったじゃないですか、うん、あ、そうだ。
アメリカも自爆テロがあるんだったらアメリカの国内テロもちょっとやりましょうよということで、うん、研究予算つけて、はい、いきなりプロジェクトつけて十何人のチーム作って、うん、シカゴ大学の優秀な学生たち連れて、はいはいはい、で統計分析を今やってるんですよ、うん、でしかもほら公開情報で FBI が訴状とか上げてるから、はいはい、全部わかるじゃないですか、うん、でそれを全員今手分けして、うん、まあ、人海戦術ですけどプロファイリングしてるんですよ、はい、で現在集まってる現時点で今日放送してる現時点で分かってるのは800人突っ込んだうちの440人分の統計分析は今完了してます、うん、440人分の全員の出身地、うん、どっから来たのか、うん、家族はどういう構成なのか、うん、何を持って何とかしたのかっていうのを訴状を全部見て、はい、全部上げてるんですよ、うん、これすごいですね、学問的にやってると、はい、でそうするとですね、この前振り長かったけどやっとここまで来た、やっとここです、すいません、ちょっと、はい、しで調べてみたら驚きの事実、やっとここですよ、やっとここですこのおっさんの話でちょっと長かったんですけど、すいません申し訳ない、来ました、はい、ここからです。でロバート・ベンチさんが、はい、このプロジェクトでですね、はい、見たのがこれです。9つのポイントが分かったということですね、はい、うん、申し訳ないですね、はい、話が長い、はい、申し訳ない。逮捕者たち、うん、440人の全員の、はい、統計的なやつ全部やりました、うん、そしたらこういうことになりました、はいはい、1番目、うん、普通に圧倒的に白人が多かった、なんと 93%、 映像を見ても白人ばっかりですもんね、白人は、はい、うん、でなんと男性が 86%、うん、まあ、男性が多いと、はい、これね、いわゆるミリシアに入ってるのとほぼあまり変わらないパターン、うん、はい、いや要するに極右の人たちとやっぱ同じだって言うんですけど、うん、はい、これびっくりなの、これ2番目のこれです、うん、3分の2以上が35歳以上、うん、一番多かったのは40代50代、あでもそれは思ったね、我々と同世代かちょっと上も入ってるっていう、うん、だからそれはでも、ね、映像を見てて思ったんだけど、結構年上が多いんですよ、はい、若いのあんまいない。いやポイントはこの3と4でしょ、はい、3番目、うん、なんと富裕層が多い、うん、で 45% が、うん、なんと弁護士とか、うん、会社の社長 CEO ですね、うん、はい、医者、うん、先ほど弁護士って言いましたっけ、うん、はい、そういうあとね会計士とか、うん、もう自分でいわゆる士族というか、はい、自分でビジネスやってる人たち、うん、金持ちがめっちゃ多かったんですよ。だからあの日にワシントンに行って、うん、そう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 、まず休みが取れなきゃいけない、そう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 、自分で自由に休みが取れる人で、はい、高学歴、そうです、金もないと、はい、あそこに行けないっていうことですよね、うん、でまあその時あの辺のワシントンの、うん、その価格がね、すごくホテル上がってたらしいもんね。あ、そうですそうです。そう。でもそれでも全然普通に行けるぐらいの財力のある人たちがめっちゃ多かったんです、うんうん。やっぱ貧乏人じゃなかったんだ。そうなんですよ。うん、はい。で4番目、うん、ミリシア関係者が実は意外に少なかったらしいです、うん。90% はミリシアに所属したこともないし、全く知人も関係ないっていう人たちばっかりで、うん、はい、ミリシアに所属してたのはたった 10%、はい、で。要するにオースキーパーズとか、スリーパーセンテントとか、うん、はいはい、あとあれですね。プラウドボーイズ、はい、あれは確か 10% ぐらいいました。あ、俺プラウドボーイズとか、そう、うん、ミリシアとかが中心なのかと思ってた。全然ですね、全然だった。そうじゃなかった。そう、まあ、暇人っていうかお金持ってる富裕層とかね。でしかも、うん、おじさんおばさん、うん、まあ おじさんですね、はい、基本的に多いということですね、うん、ブーガールとかも全然いなかった、はい、まあ、たった 10%、うんうん、で次9が少なかったんですよ。9の定義がっていうか、ここに来たやつ9じゃないの、まあまあまあ、アメリカ人は、うん、いやまあそうなんですけど、実際9なんだけど、うん、そのあちょっとややこしいな。いやいや、そうでしょ。ややこしいな、ちょっと。これ信じてきてんだから、これ9じゃないの。いや、むしろね、信じて、確かに9の旗捧げてた人たちいるんだけど、うん、そうそう、9の T シャツ着てる。いや、アメリカ人全般の人たちですよ。うん、全員アメリカ人の中で、9の言説を信じてる人って 17% いるらしいんですよ。お、17%。そう、17% なんですよ。うん、結構な数じゃないですか。9多数派だね。意外と、まだ 17% だからまだ微妙中に。いや、黒人の割合と同じぐらいか、ちょっと多いぐらい、アメリカの中で。すごいよ、やっぱ。だから9は意外に、うん、アメリカの中ではまあまあ、いるんですよ、割合で信じてる人。日本の星野源能界8割だからね。もっと多いよ。もっと多いよ、9。そうか。そうか、はい。なんですけど、うん、はい、9を信じてた人は、うん、たった 6% しかいなかったらしいんですよ。なるほど。この中でも。はいはいはい、だから9なんか信じてないよっていう人たちばっかりだったらしいですね。はい、で、この6番目、うん、ここですよ、一番すごいのは、はい。民主党の強い選挙区のトランプ支持者が来てたって言うんですよ。なるほど。これもちょっと、半数ですよ。初めて言われて、うん、なるほど。すごい、バイデンに対しての、うん、
こう反発できた敵できた。しかも自分のいる選挙区、ただ、うん、どこが多かったかというとニューヨークとかカリフォルニアが多かったらしいんですよ、うん、なるほど来たのが、はいはいはい、でめちゃめちゃリベラルのとこじゃないですか、うん、リベラルな選挙区の白人のトランプ支持者がめちゃめちゃ来てたらしいんですよ。あ、確かにね、あのカリフォルニアで、うん、マガボー、ね、はい、メイクアメリカグレタゲインのマガボーをかぶったおばちゃんが、うん、あのバイデン支持者たちにボコボコにされたっていう話があるからねやっぱそういう人たちがやっぱここでちょっと、ね、あの取り返すんだっていう感じで、だからこれあのレッドステートって言われる共和党の支持者が多いところは、うん、まあ、まあいるんですけど少なくて、うん、はいはい、ブルーステートと言われるその民主党が強いところの、うん、トランプ支持者が退去してきたらしいです。なるほど。むしろ民主党が強いところであればあるほどあの1月6日来ちゃったと。いや、ここでなら話が分かるやつが来ると、うん、そう、そういうことですよ、そういうことですよ、そういうことですよ、それ、まあ、言って、分かり合いたいと。7番目、これがね、あからさまですね、はい、白人の減少率が大きい地区、うん、要するに、はい、自分の周りから白人が少なくなってるところからの白人がめちゃめちゃ多かった。白人の減少率が、だからもう劇的に今どんどん白人がいなくなってる地域の危機感を覚えたまさにここだと話が分かるっていう、まあ、そういうことです。オフ会、オフ会、そう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 、オフ会時だよ、それ。そうなんですよ、うん、で、8番目、これはほぼ全員が言ってるのが、うんうん、私はトランプ大統領の支持、うん、大統領からの支持を受けてきたと。みんな支持だよね、みんな支持だよ、ね、これはあの思いましたね、あの、はい、バッファローマンも言ってたからねバッファロー、そうそうそう、トランプの支持でやったんだと。はいはいはい、はい、うん、これなんですよ、はい、トランプ大統領が我々に命令したからそう来たんだというふうに言ってたそうです、うん、はい、これがもう大多数だったそうですね、はい、で9番目、うん、まあ、これですよ、うん、まあ、最終的に言うとこれでかい、ね、はい、白人の権利が奪われると、うん、ヒスパニックとか有色人種ですね、ああいうアジア系とか黒人、はい、その人たちに我々白人の特権というか権利が奪われてるんだという危機感を持った人たちがもう大多数だと、はい、まあ、共通してたということらしいです、はい、こういうことなんですよ。まあそうなんでしょうね、はい、これはこれが今すごく、逆に白人が危機を持ったという流れから飛び火してることがこれかと、そういうことなんです、はい、これですね、これムーブメントだっていうのは分かったということですね。そうなんですよ、これね、単なる極右の仕業じゃないんですよ、うん、極右ってまあ一般的に我々郊外にいて、うん、はい、でその連邦政府が嫌いっていうのあるじゃないですか、うんうん、この今回の特に議事堂に突入したやつらの全員のほとんどが、うん、あの白人の地位を奪うという恐れですね、はい、恐れだったんですよ。日本の旧の信者の人は、はい、トランプは光の戦士で自由の民主主義のために戦ってるんだってツイートすごいしてた、うん、あ、それはで確かにありましたね。ところが、はい、トランプと一緒に戦ってる人たちは、はい、白人の権利を守れっていうことで、あの動機として戦ってた、動機として、もちろん表向きには言いますよ、はい、その光の戦士とか言ってるのかもしれないです、はい、でも実際は彼らの共通として動機は、うんうん、我々白人としての地位が奪われるっていうことです、うんでしょ。だから白人の地位が奪われるっていう恐れでやった選挙事件なのに、うん、はい、日本の旧信者はそれを、はい、そういう心意気を勘違いとか知らないまま、自由と民主主義のためにトランプ戦ってると思って応援しちゃってて、そしてそれが今度アジア人へのヘイトクライムにそのまま行っちゃってる。そうなんです。だから要はあのアジア人が白人の地位を奪ってるんだっていうのが出てきちゃってて、うん、でもそのヘイトクライム一番やってるのは黒人じゃない。ここのねじれは何ですか。あ、あのですね、ちょっと説明してくださいよ、まあ、ちょっとこれ、まあ、大丈夫ですよね、はい、大丈夫です。これあの編集でかあのここだけフォーカスするんじゃないですか、はいはい、あのぶっちゃけの話言いますと、これ、はいはい、やっぱこう白人で、うん、ラティーノ黒人とか、うん、まあ、有色人種その他もろもろあるじゃないですか、うん、はいはい、なんとなくやっぱ階層がありましてですね、はいはいはい、で白人は確かに構造的に黒人とか有色人種を、まあ、あの差別してるのはありますけど、はいはい、実は下に行けば行くほど、うん、そのすぐ下の有色人同士でとか、うん、マイノリティ同士での、うん、なんていうの、差別、うん、っていうのは非常に強いというのは、なるほど、僕はやっぱりあの、まあ、外国いろいろ暮らしてきてなんかすごい、うん、なんか感じますね、はいはいはい、なるほどね、はい、
つまり、うん、黒人の方が、まあ、あのロスボードとかもそうです、はいはい、93年に、はいはい、あれ黒人と韓国系じゃないですか。そうです、黒人と韓国系の戦いでした、ね、はい、黒人はね、はい、結構自分たちが敷いてあげられてたかどうかは知らないですけど、まあ、実際そうだと思うんですけど、うん、まあ、そうですね、はい、でそれ以外のマイノリティに対してはめちゃめちゃ攻撃的になる、はい、ということはあります。チャンスだと思って、はい、アジア人を今やってるんじゃないかと。そうなんですよね、はい、ありますね、こういうねじれに、ね、要は白人がやろうとしてんだから、はい、俺たちも行ってもいいよねという感じになってんじゃないかっていうね。まあ実際あの白人が、中国系の人を殴った事件があったんですよ。はいはいはい、にもかかわらず、あ、結構ありますね、はいはい、でその殴った時にちょっと反撃されてんですよ、はい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 、そしたら救急車が来て、うん、はいはいはい、白人をその加害者だよ、もともとのその白人の青年を担架に乗せて先にぶん殴られた、こっから血流してる中国人のおばちゃんは立ちすくんでた映像が出てる、ね、ありました、ありましたね、そうそうそう、ありました、そう、そう、だから来た救急車の人たちも、あの白人を加害者の白人を先に直して、いや相当やられたんでしょうね、そう、だからやっぱ差別ってあるんだなっていう映像をね、僕は YouTube で見たんだけども、これひでえなと。いやー、これあるんですよ。で僕はね、やっぱりそういうところのその白人、うん、これね、この中で、ロバート・ペイプ自身が言ってるんですけど、フィア・オブ・ザ・グレート・リプレイスメントって言ってるんですよ、うん、はいはい、つまり自分たちの立場が置き換えられてしまうということに対する恐怖、うん、これですね、はい、これが強いんだということをやっぱり言ってます、うん、有色人種に権利を剥奪されてしまうというところの恐怖が一番大きかったということなんですよ。今アメリカどうなってんですかね。でですね、うん、僕こう あの話の中で僕自身が読んでて、うん、あ、これちょっと大事だなと思ったの、うん、ここなんですよ、選挙が盗まれたという人たちは、うん、まあまあいるんですよ、はいはい、なんですけど今回この暴力的なデモに参加して、うん、暴力を使ってもいいから、うん、今の体制を何とかしなきゃいけないと感じてる人たち、うんうん、要するに選挙は盗まれた、うん、でも暴力も使ってこの情勢を何とかしたいって思ってる人、うん、この組み合わせって、うん、この中でアメリカの 全土の中で今 4% いるって言われてる。共産党みたいなやつらですね。まあそうです、 4% です。いや、暴力革命やっていいんだと。あ、そう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 です、はい、で 4% の人たちは、うん、これアメリカの人口で計算すると、うん、約1000万人いるそうです、うん、結構な数になりますよね。すごいね、1000万人、1000万人、うん、いや、たった 4% だよね、うん、でこの選挙は盗まれたプラス暴力的にデモで参加してもいいっていうふうに思ってる人たちって、うん、これ問題はですね、ちょっと僕ももう一回これ出しますけど、うん、これですよ、この2つの組み合わせなんですけど、うん、暴力デモに参加しないけど、うん、まあ消極的にこう支持しようかな、なんて言ったって選挙は盗まれてるんですからっていう人たちは潜在的に相当いるわけですよ、はい、1000万どころじゃ聞かないですよ、はいはい、選挙は盗まれたってやっぱ思ってる人たちいるから、共和党支持者には特に多いから、ね、多いです、多いです、うん、でそれがやっぱやばいんじゃないかと。これこう実力行使出てくるから分かりやすくなってこれ逮捕できたけど、うん、はい、そういうふうに思わずにその潜在的消極的にパッシブにそういう選挙盗まれたの方を支持してるやつらが一番やばいと、僕も見てるわけですね。ずっと共和党が好きだったし、うん、共和党には今でも頑張ってほしいと思ってるんだけども、はい、なんかその良識派、保守の良識派と思ってたのに、うん、その共和党の中にこれだけ選挙はまだ盗まれたと思ってる人がいるっていうのは、そう、どういうことですか。いや、これ潜在的にだからやばいんですよ。だから相当だから暴力で、うん、だからまあ潜在的には今暴力でアメリカの政治を変えていいって思ってる人たちが相当数いるってことですね。確かにね、うん、でこれは極右だけの話じゃなくて、しかも今回これで見えて分かってきたように、うん、はい、実はもっと大きなムーブメントとしてアメリカに実は存在してて、うんうん、相当マグマがあるんじゃないかっていう、はいはい、これはもうかなり大きなムーブメントかもしれないということですね。繰り返すようですけど、はい、フォースターニングですよね。いや、本当そこまで来ましたよね。これどうやってこの変な動きをどうするか。で僕はこれを見て思ったんですけど、うん、やっぱりこの今回入った突入した中に軍人が何人かやっぱりいたわけじゃないですか。いましたね、はい、あれですよ。CIA のやつかなんかもいましたからね。はいはいはい、はい、ね、国務省のね、うん、現役の職員もいました、はい、いわゆる日本でいうところの外務省に勤めてる職員がいたんですよ、うん、でそれぐらいですよ、うん、なのでバイデン政権、これ今あえてほらロイド・オースチンさんっていう黒人入れたじゃないですか、うん、はいはい、あれね、僕思うんですけど、これから多分アメリカってこの軍の中にいる極右勢力の洗い出しを相当これから積極的にやっていくんじゃないかな、うん、なるほど、いうことがこれ粛清ですね、ある意味。
新しいですね、はい、音声講座ができまして、はい、ハイブリッドウォーなのか、ね、SLS の情報戦なのかという、次の戦争はこういう戦争になるだろうという、ね、濃いですね、米中戦争、はい、濃いですね、これは今回は備えの6番ができました、はい、濃いな、これは、はいはい、ぜひこういう、ちょっと一気にね、うん、聞いてみたいなと思う人は、もう濃いよ、買っていただけたらと思っております。濃すぎでございます、はいはい、濃い濃いしか言ってない、いや本当濃いじゃないですか、でも濃いですか、あ、そうですか最高の男たちが、最高の男たち、はい、濃い話をしております、はい、そうですね、はい、はい、で、はい、このですね、戦略がねどんどん分かりたいとした音声講座作ってますので、はい、でどっから入るかって言ったら、まあ、この米中20年戦争備えのパート6から入ってもいいですし、はい、戦略の階層化ですね、この未来予測とかこういったところから入っていただいて、いいですね、もうだいぶ充実してきましたね、はい、あともリアリズと入門ですね、リアリズムを理解した方は、まあ、リアリストについてね勉強すると、リアリズムがよくわかりますよと、名作ですね、もう時代はリアリストですもんね、はい、まあ、はい、後でその話を、はい、なぜなのかっていう話、はい、もう時代はクラウドじゃなくてリアリズムですよね、はい、クラウドじゃなくて時代はクラウドじゃなくてリアリズムですよ、はい、そして、ルトワックですね、はい、この一発逆転と全てを超えた、きたきた、はい、はい、全ての戦略を超えていくのはこれじゃないか、これです、はい、クーデター、もう間違いないですね、これはね、で、はい、中国のですね、はい、このトリプルインベージョン、まあ、これが元になってね、アメリカもどん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 もういろんな議会が動いてきて、はい、ついに締め上げに向かっていったと、そうですね、この3冊のエッセンスが、まあ、うん、そうですね、かなり、はい、実はオーストラリアとカナダとニュージーランドの、はい、手口を分析してます、はいはいはい、そして損傷の兵法、うん、ということですね、はい、からクラウゼビッツですね、はい、まあここはもう、そして地政学ということで、はい、敵なしですね、ここは、はい、本格的に、はい、クラウゼビッツ孫氏、はい、地政学はもうこれでマスターということですね、はい、ということで各講座をね、はい、ビシッとまとめてですね、勉強したいなという人は、うん、ぜひ聞いていただけたらと思っております、はいはい、